4コート目です。学習フェイスオフ、青木さん、手前ウィング大場さん、奥ウィング俊平さんです。武蔵スクープしました。1号を持ってます。マーカーが福さんです。これ左横で1号を持ってます。1号ショットゴリーセーブ、学習のクレー開始です。ゴール佐紀さんからボール美代子大場さん、大場さんからロンパでショット枠外です。撮影者変わってメイです。ボール右下からリサート、サポートさんからボール右横リクさん、リクさんからボールトップ翔平、マーカーが1さんです。翔平トップからボール左横大場さん、マーカーが7球です。ボールゴールライド中です。ボール右横大場さん、大場さんがボールトップ稲井さん、マーカーが1さん、左横移動中です。稲井さんからボールゴールラ、増山さん、増山さんから左横翔平、マーカーが7-1、翔平からボールゴールラ、増山さん、マーカーがロングの1-1です。右横移動中、ショットゴリセーブ、武蔵のクリア開始、ボールゴール1、2から後ろ越えて左横1、3、3越えました。3から正面7球ショット屋外、チェス武蔵取りました。ゴールは7-8からクリア開始です。失礼しました、8からスタート、7-8からボール右横6番からボールトップ3、3からボールトップ1番から3からトップ1番向井澤さんです。これ左横移動中、1番からボールトップ2-1、右上移動中です。からボール右横移動中です。21からボールゴール横、78から78カパスミスボールダンスの坂野さんスクープして、坂野さんから稲井さん、平井成功してます。稲井さんショット枠外、チェス学習かけます。ボール左下、坪井さんからリスタート、坪井さんのマーカーが7-3です。坪井さんから左横、児玉さんから左下、坪井さんからボールトップ、リックさん、そして稲井さんです。稲井さんから甲田さんのマーカーが7球です。甲田さんショット、ゴーリーセーブ、ブリス・ブリスのクリア開始、ゴーリーから2-0、一度超えてます。2-0からハーフ超えて1番から右横、7-8から、X キャッチミスでボールダウン、グラボ中です。 X6 番でした。引き出されたボールをボール右横で、吉田さんスクープして学習のクリア開始です。吉田さんからハーフ超えて、リスル超えて、坂野さんからハーフ超えて、元さん学習クリア成功です。元さんのマーカーがロングの1-1です。ボール右下移動中、ゴールが待ってます。元さんからボール左横でした、坪井さん、ロートさん頑張りどころ、坪井さんからゴール裏、キャッチミスでボールダウンしてグラボ、武蔵の 1-2 スクープ、ゴーリースクープしました。クリア開始です。ゴーリーから 2-0、 これ早く超えました。武蔵のクリア成功です。 2-0 から右横6番からボールゴール裏7-8、マーカーヨッシーさん7-8からボールトップ1-3、スターショット、ここない、
ます。ボール右下、坂野さんから開始、坂野さんから佐木さん、佐木さんからマッスーさん、パック打てます、クリア成功です。マッスーさんから小田さん、小田さんから増山さん、増山さんから右横久保井さん、ボールの決着にボール直したのを武蔵野奈良さんがスクープしてクリア返しです。馬さんから20から1111から、7球キャッチミスでボールダウン、ラインアウトです。学習ボールです。ボール右マッキーさんからボール、ハーコートボールとクリックさん、リキさんからボールトップ、マッキーさん左横移動中です。マッキーさんからゴールラー、パスタローズラインアウト、武蔵奈々さんからクリア返しです。奈々さんから論破でハーフ越えて7-1、クリア成功してます。7-1からボールトップ、番号13です。13ショット。ボリーセーブの早かったボールがラインアウトしてます。チーズ。そしてマスボール、ボールが1-0管理スタート1-0から、ボール右横7-1。7-1。学習ボールです。ボール左下、小沢さんからクリア開始、ボールディスレコーました。ボール左横からボールトップ、吉田さん、吉井さんから増山さん、増山さんキープミスでボールダウン、そのグラブ中自分でリカバーしました。押しタイムアウトです。クォーター残り12分48秒です。ボール右上、翔平からリスタートです。翔平のマークは27です。翔平ショット枠外、整数学習できます。ボールゴールラー、ヒロさんからリスタート、ヒロさんのマークが73です。また7-3、7-1です。マッキーさんショットしましたがインクリしてお武蔵ボールです。ナスコです。ボール武蔵7-1からリスタート、7-1からリストレートハーフで2-1、クリア成功してます。2-1から7-8キャッチミスでボールダウン、ラインアウトです。ボール左下、伊沢さんから翔平、ボールリスクンマスターコケでボールダウン、ボールどこ行ってて、ボール坂野さんがスクープしてボールハーフでタイムアウトです。ウォーター残り10分28秒です。Thank you.
ーター残り11分28秒です。左上、マッスーさんからリサとマッスーさんから右上、リクさん。リクさんのマーカー1番、リクさんからボールゴール裏。つぼいさん、つぼいさんからボール左横、おばさん。おばさんからボールトップ。21バスカットされて、無作指令開始です。20から、ボールゴール裏。78。78から1番、キャッチミス、ボールダウン。ラインアウトです。左横、リクさんからリスタート。リクさんからマッスーさん。下に越えてます。ボールを早く越えました。ボール右上、マッスーさん。マッスーさんから右横、大場さん。大場さん、ショット。枠外跳ね返ったボールを、左横で、増山さん、スティールしました。さらさのマークは1-1です。これ、正面が中、ラクダウン。相手のトリッピングにより学習1分のエキストラです。ボールトップ、リクさんから。リクさんのマーカー71です。リクさんから左横、大場さん。大場さんからトップ、リクさん。リクさんから左横、大場さん。おばさんからゴールはヒロさん。ヒロさんから右奥、コウタさん。コウタさんからトップ、つぼいさん。つぼいさんから増山さん。増山さん、左奥からショット、枠外。そして武蔵取りました。右奥をロング73回クリア開始です。73からストレート8個で71クリア成功です。71から、ボール正面、21キャッチミス、ボールダウン、グラブ中です。学習、リクさん、スクープして、リクさんから坂野さん、坂野さんからコウタさん、コウタさんから増山さん。キャッチミス、ボールダウンしましたがリカバーしてます。増山さんから大場さん。大場さんからボールタップ、リクさん。さんから右上、マッキーさん。マッキーさんのマーカー71です。ボール左横移動中です。マッキーさんからフリスタ。つぼいさん、つぼいさんからボールトップ。リクさん、キャッチミス、ボールダウンしたのを武蔵の21がスクープしました。ハーフ越えてボールトップ21。21から右横、6番から78ショット、ゴーリーセーブ。跳ね返ったボールを右下で、武蔵の78がスクープしました。78から右横、2番から右横、6ショット、ゴーリーセーブ。関さんからクリア開始です。佐木さんがから、翔平、ボールハーフ越えました。クリア成功です。左横、翔平、マーカーが71。これ左下です。翔平からゴールはヒロさん。ヒロさんから右上、マッスーさん。マーカー27です。マスさんからゴールラー、ヒロさん。ヒロさん、ショット、屋外。ゴール前でグラボ中です。相手ゴールスクープしました。クリア開始です。1、2から、2番から、71、71から、27キャッチミス、ボールダウン、ライアウトです。逆襲ボール、左上、坪井さんからリスタート。
ルトップ、マッスーさん、マッスーさんから右上、ラッキーさん、マカが74、右を越え途中です。ボルゴールラヒオさん、ヒロさん、キープミスでボルナストの相手ゴーリースクープしてクリア返しです。一瞬取りました、これ8取りました。ゴーリーから右横7878からゴーリー12ショットゴーリーセーブ、跳ね返ったボールを坂田さんスクープ、ゴーリー X から坂田さん、坪井さんから坂田さんでした。ただ残り6分13秒です。6分13秒です。これ右上、スタート、コウタさんからトップ、マッキーさん、マッキーさんのマンカーが2番、マッキーさんから増山さん、増山さんからヒロさん、キャッチミスボールダウンしたボールが何をしました。武蔵11から武蔵のクリア開始です。11からロンパでリストレ越えて13からボールハーフ越えて右上、6番キープミスでボールダウンして、坂野さんスクープ、坂野さんからマッキーさん、マッキーさんから坂野さん、坂野さんから右横増山さん、ショット屋外ゴールドでこの3割カバーしてます。コートさんから左横、ま、ヒロさん、ヒロさんショット屋外、実質各種取ってますゴール。右下コートさんからリスタート、マーカーが73です。です、コウタさん向けます。そこでボールナースとの相手ゴーリーがステップ、武蔵のクレーカーシゴーリーからリストレ越えてハーフ越えてボールトップ、6番、6番ショット枠外、ラックと出ます。学習のプッシングにより学習30秒のマンドンです。ボール左横、13からリスタートです。13からボールトップ、71から71ショット、失敗、ブラックダウン。コータ残り4分18秒です。これ右、あ、ボールトップ71からリサと71から3キャッチミスボールダウン、ラインアウトです。特殊ボールです。ボールゴール裏、マッスーさんからリサとこれリスト変えました。これ8超えてクリア成功です。マーカーが71です。マッスーさんからボールトップ、坪井さん、坪井さんのマーカー11です。坪井さんから右横翔平、マーカーは27、翔平ショット枠外、チェス学習取ってます。ゴールーラー、増山さんからリスタート、増山さんのマーカーがロング73、
マカ2番もついてます。須山さんから指差し1、3パスカットしてリスク差しクリア返しです。リストに越えてボール半超えました。クリア成功です。1、3からボール右横、6番から右下、7、8ゴールが回ってます。7、8から左横1、0のマーカーがチックさんです。ボール左上移動中です。1-0から1-3、そのマーカーマッキーさんです。小沢さんも出てます。1-3から7-4から、坂野さんパスカットしてボールダウン。そのヨッシーさんスクープ、ヨッシーさんから右横、坂野さんアップでクリア成功です。左横、坂野さんからも津山さん、オフサイドで、ムズボールです。ボールトップ7-4から、ボール左横1-0からボールトップ21から左上79からボールトップ21、1からボールトップ74から79からボール左下78、マカヨッシーさんです。ボールが回って右横78からボール正面79ショット、失敗、ボールダウンしたのをボールカフスピンで江沢さんステップ、江沢さんから小田さんのマーカーが11です。学習のチームタイムアウトです。コタ残り1分10秒です。今映してたの。多分そうです。めっちゃ興奮してた。それなんか下から撮らないでほしいよね。以上も見ちゃった。これ右横はマッサさんからスタートです。マッサさんのマーカーが27、マッサさんからボール右下ヒロさん。ヒロさんのマーカー2番です。ヒロさんキープミスボールダウンしましたがリカバーしてます。ヒロさんからマッキーさん、マッキーさんのマーカー27、マッキーさんから正面坪井さんキャッチミスボールダウンしましたが2人横でコープさんリカバーしてます。コープさんからボールゴールがヒロさん、ジャックニューボールダウンしてリブラックダウンです。相手の11番スラッシングで各種1分いきそろです。交代残り32秒です。最後までいきそろです。これ右上大場さん、大場さんから左上マッスーさん、マッスーさんからヒロさん、キャッチミスボールダウンしたの相手の、リガスクープクリア開始、ゴーリーからストレーハーフ超えて71、71から、
そしてライアーと、学習のイリプロにより相手ボールです。これ右上6番、相手のチームタイムアウトです。コタ残り7秒です。コタ残り7秒です。7秒で取るってすごいですね。何をするの。こんな分からない。7秒です。これ右横一号からリスタート。これ7秒試合終了です。スコア4対10でプサシの勝利です。